大崎市。大崎市は、宮城県北西部の大崎地方に位置する市。大崎市は、宮城県北西部の大崎地方に位置する、宮城県の第二都市である。気象庁の地震に関する速報や情報で用いられる区域では、栗原市と共に、宮城県北部に区分されている。中世に、芝家県が、欧州管例に任命され、欧州、道の区、では地方を統括し、 館長明館館外跡が置かれた東北地方で、最も古い歴史と伝統ある域で、中心地の古川は古くから、上品な土地柄の町として知られており、東北地方の中心地であった、実際地理的、距離的にも東北地方の中心に位置する。伊達春宗と伊達正宗も欧州短大を自称し、伊達正宗が築城市居城とした岩出山城。 その後作られた、有素内館は現存する日本最古の学問書としても有名であり、岩出山氷とふやずんだは、伊達政宗が開けしたものである。749年には、枠屋で日本で初めて金が取れ、東大獣舎な仏像の混流に献上した歴史があり、天平路満館に資料や展示物が置かれている。現在は、東北新幹線、東京最速一時間五十分。 仙台13分、東北本線、陸道線、東北自動車道、国道4号、国道47号、国道108号、国道346号、国道347号、国道457号などが通る交通の要所で、東京や仙台、県内各地、岩手県、山形県へのアクセスが大変よく輸送の便の良さから、 物価も安く大変暮らしやすい町、地域である。北海道、東北地方で、初めて世界農業遺産に認定された大崎港土、大崎平野は、日本有数の国草地帯で笹西漆、一目惚れ、笹ケツの産地で米どころであり、特に笹西漆は最も寿司に、相性の良い米として、全国的に有名であり、一の暮らし大豆の生産、全国2位などの他、石巻、 おなは、気仙沼など、日本有数の漁港にも近く海の幸にも恵まれており、の豊かさでも知られている地域である。地元の化粧沼や株栗沼は、ラムサール条約に登録されており、ナルコ温泉郷は、日本トップクラスの泉質の豊富さから、東の横綱に選ばれていて、紅葉の時期には、全国みならず、海外からも観光客が訪れる観光地で、鬼コーベスキー場など、 東北有数のリゾート地もあり、自然豊かな土地柄で、大正デモクラシーの先駆者、吉野作造を生誕の地としても知られている。南は、松島町に接し北は、秋田県、西は、山形県と境を接する。大崎平野において農業が盛んな他電子機器、工場、精密機械工場、住宅建材工場が立地している。 中心市街地の古川地区は宮城県北部地域の商業、サービス業の拠点であり、市内最北西部の鳴子地区は温泉観光地である。市内東南部の鹿島台地区、松山地区は主に東北本線利用で仙台市への通勤になっている。そのため、大崎地域は中央部から西部の古川都市圏に属する地域と、東南部の仙台都市圏に属する地域に分けられ、 主要交通機関も異なる。古川仙台間は、東北新幹線、高速バス、自家用車等で通勤、通学するものも多い。かつて、欧州丹大が置かれ欧州を統括した歴史と、伝統ある、東北地方の中心地とされる。伊達春宗と、伊達正宗も欧州丹大を称し、伊達正宗が築城市居城とした、岩出山城とその後作られた、 有素内観は現存する日本最古の学問書がある。現在は中央部や西部に東北新幹線、東京最速1時間50分、仙台13分、陸東線東北自動車道、国道4号、国道47号、国道108号、国道347号、国道457号など、東部に東北本線、国道346号などが通る。 2006年の平成の大合併では、地域が広大となったため、気象庁による気象予報では、旧玉津栗郡、岩出山城、鳴子町は隣接する上郡上町と鹿間町と共に、西部大崎に、旧古川市、旧東田郡田尻町、旧田郡三本木町、松山町、鹿島台町は隣接する東田郡三里町、枠谷町と共に、東部大崎に区分されている。 さらに西部大崎は宮城県西部に、東部大崎は宮城県東部に区分されている。冬は仙台市より寒く、氷点下15度まで冷えることもある。県境、山間部に属する旧鳴子町の一部は豪雪地帯であり、これら山間部地域と古川から鹿島台にかけての平野部では、気候、気温、降雪量大きな違いがある。以下の出典は、 大崎市古川の局地、1976年12月帯。大崎市鹿島台の局地、1976年12月帯。旧自治体の歴史は、旧自治体のページを参照することと、市長の伊藤は、以下の公約を公表している。病院建設は、当選5ヶ月後の2006年9月議会で、計画延期を表明した。その後、 2008年2月の審議会全員協議会で市民病院本院の改築完成時期を当初予定の4遅れとなる2013年度岩出山分院の改築完成時期を当初予定より3年遅れとなる2011年度とする計画を表明したその後本院の建設場所を古川穂波地区に変更することを決め2010年の市長選でも再選された伊藤市長は 市長選のマニフェストに20万人都市への挑戦として10年間に人口を20万規模に拡大する魅力ある地域づくりを推進しながら県外外からの人口の誘致を図り大幅な人口増加を実現する等を掲げていたが就任から1年を経た2007年6月現在では定住人口のほか交流人口とメールマガジン公読者等の 大崎を応援する人を加えて20万人、都市実現を、目指という路線に変わっている。なお、合併直後の2006年4月1日の人口は13万9154人、2007年4月1日には13万8402人と、減少傾向にある、住民基本台帳人口、外国人登録人口。大崎市という市名は、 一般公募で集まった2292種類、応募件数1 1 5 1件の中から、合併協議会が第1次選考で17点、第2次選考で10点、最終選考で6点、大崎、大崎、北、宮城、古川、古川、宮城に絞り込み最終的に、委員57人の投票で決定した。決選投票結果は、大崎45票、古川7票、 無効1一票、欠席四人。当初から最終的には合併協議員の投票で決めると、住民にも知らせていたが、公募の有効件数9737件のうち4010件が古川であったため、大崎1133件という名称には古川市で反対運が起こり、古川市の住民意向調査18歳以上の市民1万人抽出では反対。 どちらかといえば、反対を含むが多半数にこそ達しなかったものの、賛成、どちらかといえば、賛成を含むを7.89%上回った。それでも一四六町は、将来を見据えた合併は必要と主張し、合併期日を2005年4月1日として、合併協定書に調印した。しかし、古川市議会は合併関連議案を、否決。 六町議会のうち五町議会は全議案か三本議長は配置文法議案は可決したが議員定数議案のみ否決。これを受け古川市の佐々木健次市長当時は市民の信を問うため一旦辞任して出直し市長選に再出馬三度目の当選を果たした。結果期日を一年遅らせ市民病院建設の前倒し等を条件に 古川市議会の逆転賛成多数を得て、大崎市が実現するという経緯をたどった。しかし、新市名を古川市に変更するという佐々木市長が、出直し市長選で掲げた公約は6兆の反対で断念した。これにより、古川市では合併の是非を問う、住民投票を求める声が上がったが、市議会で否決された。住民投票に反対した市議13名は、 合併に賛成、住民投票に賛成した市議11名は合併に反対と完全に一致している。当選に決定的に作用するほどの論点となった公約である新種名称を古川市に古川市長選と市民病院を現在地に早期改築大崎市長選の双方を旧古川大崎の両市長が当選後に撤回しこと、 古川市議会での可決の原動力となった市民病院建設の前倒しも実は財政上実現性に乏しいものであったこと、仙台都市圏にも含まれる町、松山、鹿島台までを地域にした一体性の乏しさなど全国にも類を見ない合併により誕生した大崎市の行方は予断を許さない。実際に大崎市になると合併協議会での資産を覆す。 財政難がマスコミによってじられ合併ごまもない2006年9月には市民病院の本院と岩手山分院の建設も延期2008年2月に表明するまで建設、改築時期未定とされていた。また期日が遅れたと同時に合併協定調印式の際に調印された内容も変更され合併協定書の原本はホームページ上では公表されていない。なお、 協定書の原本が公開されないのは全国では珍しいケースである協定書の中身はホームページ上で見ることは可能。大崎市という名称に反対していた旧古川市民の一部が合併後しばらくの間条例を改正して市名を古川市に変えようという運動を展開し市役所近くに看板も掲げていた。しかし合併反対派だった議員や 住民もすでに議論の中身を大崎市でどのようなまちづくりをすべきか、財政健全化をどう進めるかという方向に移しており、市名変更の可能性は極めて低いとみられる。旧市町単位で地域実組織、まちづくり協議会が設置されている。地域実組織とは、地域のことは、地域で考え、地域で解決していくための仕組みのこと。 大崎市内に大崎警察署は存在しないが、古川署となる古署の統合が検討されており、実現すれば古川地区に設置される予定の統合警察署は大崎警察署という名称が仮称として示される。なお、2016年時点での大崎警察署は東京都品川区大崎にある警視庁の警察署である。救急指定病院。 古川地区に集中的に立地。鳴子の温泉、鬼神戸のスキー場などの観光業が盛んで、鳴子温泉は東の横綱になるほど泉質が豊富。農業で出る廃棄物等、稲の藁やもみ殻、家畜の糞尿、野菜くずなどを活用し、バイオマス製品やエネルギーに再利用する取り組みを進めている。三本木や鳴子温泉で栽培される菜の花、 タジリのカブクリ沼に生息するアシなど、大崎市ならではの資源も利用する。合併前の市長の国際友好都市、姉妹都市を全て引き継いでいる。ただし、合併後も、積極的に交流しているところと、合併後全く交流していないところがある。郵便局間郵便局、都バスが、古川駅前を起点として、市内各所や栗原市、上郡、 黒川郡などへ運行している。また、鳴子温泉、鹿島台の各地域内において、9町営の路線を引き継いだ市民バスを運行しており、三里町の住民バスも古川駅前、鹿島台駅前まで乗り入れている。鳴子地区は温泉を主とした観光地区で、ホテル、旅館が多く立地する。 陸羽島線の駅名を温泉付きに改名するなど、温泉観光には力を入れている。冬は、スキー場観光、秋の鳴子教工用観光でも有名である。秋田県と接する鬼神戸地区は、東北有数のスキーリゾートであり、完結線が点在する。鳴子地区は、大きく5つの温泉地域に分けられ、それぞれ異なる泉質を持つ、個性的なエリアとして独立している。 岩出山地区は、仙台移転前の伊達市の居城である、岩出山城の城下町として発展し、城下町特有の風情が漂う。有素奈館など、歴史的建造物や遺構が数多く残る。田尻地区の株栗沼は、ラムサール条約登録の渡り鳥の平市で、野鳥観察が行える。松山町地区は、日本酒、一の蔵の醸造工場がある関係で、 酒ミュージアムがあり、酒造りの工程や道具の展示のほか、酒の歴史や酒酔いの仕組み、手記などの雑学も学べる。三本木地区のひまわりの丘は、夏季には、近い一面がひまわりの花で埋め尽くされる。さらに昭和半ばほどまで国内で使用されていたアタンについての記念館もあり、その古くからの歴史を学ぶことができる。鹿島台地区では、江戸期、 明治期以来の排水施設、中、ただし、所在地は、松島町であるや、わらじ村町と呼ばれ、水害克服としない沼管拓事業に尽力した、鎌田三之助の功績を称える施設があり、鹿島大地の水害の脅威と、水害克服の歴史を学ぶことができる。他にも94年も続く、東北最大級の、 鹿島大五市が4月10日から12日と11月10日から12日までの間に行われる。鳴子地区、岩出山地区、三本木地区、松山地区、鹿島大地区、田尻地区、古川地区。1月14日のドンと祭り、裸参り、4月下旬の桜祭り、8月の夏祭り、春と秋の五市は市内各地で催される。注釈。出店。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。